ジオラジオです、今回はこんな商品をコンビニで見つけたので早速買ってまいりました。それがこちらです。ラーメンですね。日清食品ですね。日清食品さんの豚丼っていう商品が店頭で売ってました。値段は350円から確か400円ぐらいですね。税込みで結構高かったです。はい、セブンイレブンで買ってきました。パッケージが表裏似たような書いてあるんですけど、ニンニクいりますかって書いてありますね。ニンニクもいりますか、あ、ニンニク盛りますかですね。食べ応えの極太麺 95g 一食入りって書いてありますね。はい、でなんか謎のキャラクターがいますね。背脂醤油豚ニンニクもやしだけ必要みたいですね。はい、もやしと他にも具材をいくつか僕が好きそうなやつを買ってきたんで、それも紹介していこうと思います。今回買ってきたのがこちらです。はい、この豚園と5種類の商品で最高の二郎系豚園ラーメンを作っていきたいと思います。では早速調理に参りましょう。はい、では早速作っていきましょう。はい、というわけで、日清さんの豚丼の完成です。じゃあ最後にこのニンニクと背脂を入れて食べていきたいと思います。まずニンニク、うおーすげえ、これ混ざんのかなマジで。そして背脂、うわーやーば、真っ白。今日昼過ぎから何も食ってないんで、結構マジで腹減ってて、結構マジでお腹空いてて、もうずーっと食べたかったんで、もう楽しみで仕方なかったです。では早速食べていきたいと思います。日清の森園、いただきます。これまず混ぜらんねんだよな。マジで多い。僕がよく行く上昇軒っていうラーメン屋があるんですけど、最近はちょっと行けてないんですけど、そこの角富士っていう超山盛りのこういうラーメンがあって、それももやしがあって混ぜらんないから一回どかすんですよ。まさかそんな感じのを家で作ることになるとは思ってもなかったっす。よし、じゃあ混ぜるか。混ざるからこれもうちょい抜いて、もやしどかした方がいいかな。よっしゃー、混ざったことは食べていくぜ。いただきます。改めてどれ、麺はどこだ、麺は最初麺食べて、うぅ、いただきます。やばい、超うまい。やば、激うま。キムチいい感じにマッチしてる。入れといてよかった。めっちゃいい、めちゃくちゃうまい。サラダチキンも食いたい、もやしと一緒に。いただきます。これこれ、やっぱ肉はね、チャーシューだけで足りないと思ったんですよ。マジでうまい。キャベツも入れたし、あのキムチに入ってる白菜もシャキシャキで、もうすげえベストマッチです。ごちそうさまでした。というわけで今回食べたこの日清食品さんの豚丼ラーメン、まあ二郎系のラーメンですね。はい、まあ、あの3月16日からもう全国で販売しているそうなんで、もし見つけた方はぜひ一度買って
室内で食べる二郎系もまた美味しいと思うので食べてみてはいかがでしょうか。あと好きな具材を入れて自分流の二郎系豚丼ラーメンを作るのもいいんじゃないでしょうか。というわけで今回紹介したこの豚丼ラーメンさん、ぜひ気になった方は一度食べてみてください。今回の動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もぜひお待ちしております。また次回の動画でお待ちしましょう。じゃあな。